Hello everybody, welcome back to Bird's Eye Plays Black Clover. So I found out this game is extremely short. It's 5 hours long if you're trying to accomplish everything and going on the hardest difficulty. And we're already halfway through this story's mode. Which is... I mean, that's fine. It just means I'll move on to Shinobi Striker right after this, but I just think that's kind of funny. That it's... really, roughly only 5 hours. あんたこれ 子供用の昔話じゃないの。もういいって。そのうち元に戻るだろう。いいから俺たちに任せとけって。なんでそんなに頑張るんだ。俺のことだ。Because we love you. Come in. 誰か来たぞ。早く闇を奥に。何してんだ闇。 誰だ？押し売りならぶっ飛ばすぞ。久しぶりだな、朝ノエル。ご機嫌よ、アスタさん。久しぶり。お、久しぶり。闇を見られた。何か用かしら。なんでこんなときに。おやスタ、なんだこいつら。な、うん。金色の夜明けっていう俺たち黒の防御とは別の騎士団員だ。 この眼鏡の先輩がクラウス。よろしくな。目が薄。適当に省略するな。クラウスだ。こっちの女の子がミモザ。ノエルの親戚だ。ごきげんよう。で、このいつもボサッとしてんのがユノ。俺の幼馴染でライバルだ。アスタだっていつもダサッとしてる。ダサッとしてるってなんだよ。ライバルね。 見た目じゃ勝負になってねえぞ、アスタ。うるさいよ。アスタ、その男見かけない顔だが何者だ。え、誰。その、うちの団長です。He tried。なんだと。先日とある事情によりこのような姿になってしまいました。まあ、 団長が若返るなんて、いつにも増して意味不明で楽しそうですね。楽しくなんかないわよ。今日は新しい任務を賜ってな。また黒の防御と合同ということになる。アスタ、ノエル、お前たちを連れて行こうと立ち寄ったのだろうが、まさか団長がこんな有様でまともに魔法騎士団の活動ができるものか。 任務には我々だけで行く。このことは上に報告するからな。ちょっ。ルード。待ちやがれ。なんだ。黙って聞いてりゃメガネ、これメガネ。俺の体はどこもおかしくねえんだよ。てめえよりよっぽどまともに働けるぜ。面白い。 ならば実戦形式と行こう。一式模擬戦闘訓練。クラウス先輩、止めるな。ユノ、こいつら黒の防御に我ら金色の夜明けとの格の違いを教えてやる。メガネの言う通りだぜ、スカシ君。格の違いを教えてやる。<笑>クラウス先輩、本気を出します。 I mean, I bet. Facing off with against Asta. I mean, come on, childhood friends. All right.
一式モニ戦闘を拠点制圧だ。今回は宝物庫の扉を拠点と設定する。相手を拠点から排除し、一定時間拠点を維持した段が勝利となる。面白い。勝負だ。おお、ユナ、やる気すぎだろ。お手柔らかにお願いしますね。なんでこんなことに。 Haha! I've been here longer! Shit! Ah, shit! You'll never win. I have the high ground. Okay, you're in there. Stay in there. I thought I saw a relic. Oh, well, whatever. Huh? Oh, hello. Ah, fuck. Yeah, take that, Yuno. You'll never get any points. Zone. Excuse you. Fuck out of my zone. Woohoo! Are we in? I'm a Wiener! メガネ、俺の勝ちだ。よし、みんな宝物庫に入るぞ。何無視してんだてめえ。宝の山じゃねえか。勝手に持っていくなよ。これらはすべて王国の財産だからな。おいメガネ、お前もうちょっと肩の力抜けよ。 あげるぞ。やかましい。皆さん、こっちです。これ封印されているのか。中身の巻物にはどんな魔法が。これどうしたらいいんだ。どこかに封印を解除する仕掛けがあるかもしれん。手分けして探そう。いちいちめんどくせえな。ぶった切っちまえばいいだろ。 Dude. Dumbass。なんてことをしてくれたのだ。任務の最後にとんでもないことを。うん。次は気をつけるわ。次などあるか。帰ったら上に報告するからな。帰るぞ、ユノ。今だ。I mean, it probably would have been easier to have Asta do it for his anti-magic abilities. それとヤミさん。 あまりクラウスさんをいじめないでください。食べてしまいます。じゃあな、アスタ。おお。おい、スカシ。ユノって言ったか。なかなか楽しかったぜ。次は手加減しない。お前本気出すって言ってたろ。
Shit. Weird. Oh. Oh, the amulet. It's the... Yeah, it's the old man. I mean, that was an interesting shift in the animation. I kind of like that. Ah, well, let's kick some ass. After I cracked my fucking fingers. Ow. Owie. Oh my. Loading, oh my fucking god. There we go. Jeez Louise. Ow. What? Jesus. You won't escape me. Shit, she escaped me temporarily. Owie. Oh, that's right. I forgot about the ability of my blade. Not the big one, the little one. I forgot. That one can absorb the magic and shoot it back, if I remember right. Fade away! Karma. Yami, anata aichi no koto mite sugu ni karuna tte yonda wa yo ne. Are wa karuna da. Demo nanka nakami wa marude betsujin datta. Ore tachi to saishu ni atta toki ni itteta yatsu ka? Sou da. Omae tachi ni au chokuzen ni 俺はあいつを追って、あの男女に行ったんだ。どう考えてもおかしい。闇がカルナと一緒にいたのは団長が28歳なんだから14年も前のことよ。ねえ闇、カルナはその時何歳だったの？確か18だ。闇が知ってるカルナと、さっきのカルナ、見た目に年を取ってるように見えた。いや、全く変わってないように見えた。 The Wizard King. <laughs> ダンジョンの奥で若返り。
いや、でも昔を思い出すよ、その姿。懐かしいね。おっさんも俺のこと知ってるの。そうだね。もうすぐ会うことになるんじゃないかな。と、そうだ。君たちに声をかけた本当の用事を忘れていた。今回、王都に賊が侵入したことで、しばらく騎士団で守りを固めることにした。だが、 当然賊を捕らえることも考えなくちゃならない。そこで君たちに賊の追跡を任せたいんだ。闇。ね、オッケー。君はそのカルナという人物と縁があるようだしね。引き受けてくれるかな？もちろんすよ。よかった。何か分かったら報告してくれたまえ。はいっす。 Curiouser and curiouser. Karuna phrase. 30年前に途絶えたフレーゼ家の一人です。 当時の年齢は18歳。 記録によれば、すでに個人となる。 じゃあ、この間王都で暴れたあいつとは別人ってことっすか？ Or... 普通に考えればそうだね。なはずはね。 あれはどう見てもカルナだった。そもそも30年前に死んでんなら俺があいつと会うわけねえだろ。14年前に会ってるってことだもんね。それなんだけどね。カルナフレーズの死亡届は14年前に出された。30年前に途絶えた家の人間がなんで14年前に死んだことになってるの？間の16年はどうなってるの？それはわからないな。 何が何だかさっぱりわかんねえ。お墓の場所も分かってるけど、行ってみるかい？ああ、教えてくれ。左がフレーゼ夫人、真ん中がフレーゼ卿。多分この簡単な墓標がカルナのものね。夫人は40年前に亡くなってるわ。 でも偶然だね。こないだ行ったダンジョンから目と鼻の先なんだから。おかげで今日はほとんど歩かずに済んだよ。なあ、ヤミ。お前と彼らって人はどういう関係なんだ？あいつと会ったのはそんなに昔じゃない。つっても、俺にとってってことだ。俺はもともとこの国の人間じゃなくてな。ある時、クローバー王国に流れてきた。 That's right, isn't he originally from like a Japan style area? Hence the katana? その日も食うものを取って 帰る途中でな。割といい服着た女が行き倒れてたんだ。気ぃついたか？ここは？俺らの家。このホラー穴が？家の定義について話し合うつもりはねえよ。お前、なんであんな場所にいた？ 行くところがなくて。家は？なかった。そうか。おてめえら、新入りだ。え？<笑>またかよ、兄貴。しょうがねえな。え？え？そうしてカルナは俺たちと一緒にいることになった。最初は大変だったぜ。 やれ、こんなものは食えないだの、地面で寝られないだの。まあでも、しばらくしたら俺らと同じものを普通に食うようになったな。帰るとか。話がちょっとずれたな。そっからしばらくしたある日の夜、俺たちはとある貴族の屋敷に忍び込んだ。
ここだな。その腐れ貴族の屋敷ってのは。ああ、悪どい商売でかなり溜め込んでるって話だぜ。ねえ、本当にやるの？悪どく稼いだ金を少し返してもらうだけさ。これは俺たち貧乏人の当然の権利。別にてめえらが払った金じゃねえだろ。ここは外れた。そっちはどうだ、カルナ。どうして？カルナ、どうしてこんなところにこの首飾りが？あお。おい、どこ行くんだカルナ。あいつは急に様子がおかしくなった。そして向かった先には屋敷の主がいた。久しいな、ミネス。この姿ではわからぬ。この魔道具はどうだ？貴様が奪ったもの。まさか、バカな、フレーゼなのか？お前は、あの時死んだ。死んださ。そして私を殺した貴様たちに復讐に戻った。何してんだ、やめろ。誰だあれ、賊だ。忘れるなよ、我が恨みを。カルナ。カルナを追って俺はお前らと出会った男女にたどり着いた。カルナに追いついて、それからダメだ。お前たちに会う直前に何があったか思い出せねえ。So maybe he didn't de-age. Maybe they came to the future. They swapped places or some shit. Yeah, sure.このままカルナを探す。ちょっと。その白夜ってのは俺には関係ない。カルナの居場所に心当たりあんのか？はい。手当たり次第探す。わかった。この通信魔道具を持ってけ。何かあったら呼べ。すぐに助けに行くから。なんでだ。俺は俺の都合を優先してんだぞ。仲間がそうしたいって言うなら俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。The quicksand dungeon. おう、アスターの行こう。早く。悪いわね、わざわざ来てもらって。普通に礼くらい言えねえのかよ。お前ら新人コンビだけじゃ頼りねえし。呼んだのはいい判断だぜ。さあ、覚悟いいか、てめえら。くせ。はいっす。I'm just curious about everything that's around here. Rude!Hello, I didn't know I could do that. Don't run from me, you coward!
Interesting. Oh, where'd he go? There you are. Interesting. Okay, so that seems to be like a heavy attack. Yeah. Seems to be a heavy attack, kind of. Oh! That's what I'm doing. Interesting. Okay. Wait, where? Oh, it's you! Where'd she go? Where does she keep vanishing to? There we go. I mean, it seems a little difficult to fight her because she's just like everywhere. She's moving around like way too fast. Owie! Oops, that was not the button I wanted. Where'd she go? I wish instead of, like, just locking on the reticle so towards attacking, I could also lock the camera on her. There we go. All right, seems we're almost done. So thank you guys so much for watching. Next time on Bird's Eye, I guess we'll maybe finish this area. I don't know. But anyways, I'll see you guys next time.